はい、じゃあ次はですね、はい、21年の消費者の問題の方を見ていきたいと思いますちょっと待ってくださいね問題の方がありますあそうですねちょっといろいろ開いちゃってるんでえっ、ー、と21あこっちですねはいしましたこれですね 1900年後半との考え方1900年後半というのは1950年ですね、はい、50年以降になりますねと2000年代に入ってからですから2000年になってから現代までのあり方ですねであと学校企業において今後必要となる消費者教育ということでやはり企業の視点というのはやっぱり大事になってくるんですね。 この試験はやはり企業で働いてる方が多く受けててそこの現場で使われる方が多いんでこのところに入ってくる、はいえー、論題としてもこ企業ですね、はい。企業としてどう消費者教育に関わっていくのかということになります。いいですかね。 あの学校や地域あと行政が消費者教育にかかっていくのは何となく分かるんですね学校自身で、えー、消費者教育やるとかねあと行政がやるとか、ね、地域がやるとかいうのあるんですがその中で企業がどうやってやっていくのかと企業はもちろんですね地域に溶け込んでますので地域の中でやっていくんですけど、まあ、どういうふうに消費者教育ができるのかということですね企業の消費者教育行政じゃないんですよ。行政じゃなくて企業がどういう消費者教育できる。 だからここについてはですね、行政がどういう消費者教育がやれるのかいくら書いてもダメなんですね。はい。でまず事実を答えてください。千九百年代後半の消費者教育の考え方と二千年代に入った消費者教育の考え方の違いですね。いいですかね。でじゃあ学校の消費者教育はどうやってやっていくか、あと企業の消費者教育はどうやってやっていくのかというところをまあ熱く書かなきゃいけないということになりますよね。 じゃあこちらの方もですね、今問題のところは手元に置いていただいて、じゃあ見ていこうという形になります。解説冊子の方ですね。はい、見てください。これですね、はいえー。8ページになります。解説冊子の8ページをご覧ください。よろしいでしょうか、はい。で、この論文で問われていることが4つありますということになりますね。今の論文ですね。はい、まず1900年代後半ですね。1951年からか。 てか千九百九十九年までの消費者教育のあり方要するに二千年来入る前ということになります。そうするとこれ消費者基本法が施行される前ですよね。消費者保護基本法の時代ということです。ってことになるともう皆さん知識のある方お分かりいただいていると思うんですけど、消費者っていうのはまだ行政が守っていかなきゃいけない立場なんだという考え方から二千年代になるとこれはいいですかね。消費者基本法が二千四年 から運用されるようになって、で180度考え方変わりましたよね。180度展開して消費者教育がいわゆる消費者の権利の一つとして明確にされたことによって、はい、消費者主体のですね、はい、消費者教育っていうのが非常に大事になって保護の対象から権利ね、あのー、消費者の権利の尊重と自立の支援という形に変わってきましたからね。 だから大きく変わりましたよ、ね、1900年代については消費者を守る対象だったのが今度は自立のね権利の尊重と自立の支援をしていくっていうやり方に変わりましたからねじゃあ学校の消費者教育の具体例と企業の消費者教育の具体例なんかをまあ上げていってくださいねという形になります。でこれもですねほぼ公式テキストで全部完結できますのでこれで公式テキストに参考のところ載せてきました。 でちょっと時間の関係に見ませんけれども、えー、50ページ52ページは学校における消費者教育のあり方が書いてありますで55から56ページは企業における消費者教育のやり方ですねこれはなんかはすごく大事になってきます企業における消費者教育のやり方ね、はい、これなんかはやはりですね企業にお勤めの方で実際現場でやられている方はいいんですけどそうじゃないかったらなかなかピンときませんので55ページ56ページなんかをね見ていただくといいです そうすると、端的に書いてあるのはまず企業なんだからえとね地域住民なんかも当然やっていくんですけどあと消費者ですね実際に買っていただいた消費者様とかあと従業員様ですね従業員さあに対しても社内の研修の中で消費者教育をやっていくとかねいうことですねこいこれもすごく大事になってくるということになりますこれ55ページの括弧1の右側ですねこの辺に書いてありますのでちょっとメモしていただければいいかなと。 いいうふうふに思います、まあ、こういうことも、えー、企業としてはやっていってくださいということになりますね。はい、で他にもちょっと書いてあるのがどこかというと企業様ですねこちらの方の下の方ですね解説冊子の方の、えー、9ページかな9ページのこれですね下の方ですねこれですかね企業における消費者教育のあり方について書いてある じゃあちょっと見ていきましょうかまずは、えー、私少し言った2000年になる前の消費者教育ですねこれですね第1ブロックのところですね見出しとして書いていただくと分かりやすいと思いますのでまあ、見出しにしていただいてもいいかなと思います、はい、そうするとこちらの方を見ていただきますと まず消費者保護政策ですねねこちらの一環としててやってたんですよ、ね、ですすよから当然行政主導でやっててはいいいですかねで消費者保護する政策だったんですねもともとそれから徐々にまあ消費者が自ら学び行動するようになってきたということになります、はい、でもともとはまあ保護する対象だったまあ言い方は悪いんですけども消費者はバカて だから行政が保護してあげないといけないというようなちょっと言い方悪いんですけど行政がちょっと高飛車上から目線で消費者に対してまあ教育をやっていくような感じになります。だけど2000になるとじゃあ何かあると消費者政策は大転換をします。 180度変わるコペルニクス的転換とも言われてますね180度変わるんでねそれはなぜかと2004年に消費者保護基本法が消費者基本法に変わって消費者教育が消費者の権利の一つとして位置づけられたといいですね先ほど勉強しましたよね、はい、よろしいでしょうかね、えー、と消費者基本法の2条のとこに、えー、必要な情報および 教育の機会が提供されたとといいうこにになりますからら明確につけられているとでさらに2012年になると消費者教育推進法消費者教育をガン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 進めていこうぜという中で、はい、自立の支援ですね権利の尊重と自立の支援をするだけじゃなくって消費者市民社会ですよね。 消費者市民社会への参画が重要あと理解関心を持つことも重要ということになりますねこの辺がいわゆる消費者教育の肝になるわけですね消費者教育の中心概念がまさに何かというと単に被害に遭わないとかね予防に努めるとかあと隣の町でこういう消費者被害が起きてるから気をつけようねっていうだけじゃなくだけじゃなく 自立を支援するだけではなく消費者自ら主体的に消費者市民社会の形成に参加していくことの重要性とかあとね、はい、関心を深めることこれるための消費者教育も含めることになったと含めることになったとね、まあ、その辺も大事になってきたということになるわけですね。じゃあ学校ではどういうふうにやっていくのかという話になりますと、はい、どうしてもですねはい 関わってくるのが2022年のいわゆる成年年齢の引き下げに伴うしょ若者の消費者トラブルの増加ということになりますので、まあ、特に、はい、高校やなんかになってきた場合についてとか高校ではですね社会への扉を使用しながらの消費者教育でこれは改訂版が出てますので昨年の8月にね。だからいわゆる2000 2十2年で18歳が成人になった向けの消費者教育の若者消費者教材がございますのでこういうのを使うといいと思いますでこれは誰、えー、でも閲覧できますのでねスマホとかパソコンなんかで見ていただくと検索して見ていただくといいんじゃないのかなと思いますねでさらに今回ここでポイントになっているのははいいいですね行政ではなくて企業ですね企業の消費者教育 これについいてても聞いてるわけですねじゃあ企業は何やるかっていうとまずこうですね書いてありますねであと地域の消費生活センターだから地域で行政とタッグを組んで一緒にやっていくとあと学校と組ん,組んでもいいですよねっていう話ですね。 でまたこのような取り組みを消費者教育ポータルサイトに積極的に収集掲載するような実践をやってもいいとでこの消費者教育ポータルサイトについてもこれ見ることできますのでねこれなんかで、えー、見ていただきながら、えー、ちょっとイメージしていただいてもいいと思いますしたがってこ,こに出ているいいですかね学校で消費者教育をするときに使う、はい、社会の扉ね、はい、これがですね11ページ見てください これ載っておりますでまああの実際見た方が早いんでねあとその下に書いてある11ページ解説集ですよこちらの方の消費者教育ポータルサイトなんかもこちらの方なんかも見えますので見ていただければというふうに思います。あとこれ参考なんですけどこれちょっとお出しできませんけれども11ページの一番下ね「成年年齢が引き下げられた後の若者への消費者等 教育の論文が載っておりますこれが参考文献としてはウェブ版国民生活センターといいうものがございますこれは国民生活センターが毎月出しているいわゆるウェブマンのいわゆる情報誌だと思ってください。結構偉い先生方が論文なんか書いてたりするんでねそこで「消費者問題あらかると若者へのこれからの消費者教育」っていうことで「成年年齢引き下げから1年」 そうですね2023年の、えー、5月の、えー、論文ですからではそういう時にどういうような消費者教育が大事になっていくのかっていうのも書いてありますので、まあ、こういうのも読んでいただければと思います。はい、ということになりますから若者に対する消費者教育っていうのはもうね新しい法律、えー、18歳で成年年齢が引き下げられたじゃあ1年経ってじゃあさらにどういうことをやっていかなきゃいけないのかっていうのをこういう論文 なんかで確認しておくといいんじゃないかなというふうに思いますはい。あとですねと消費者市民社会についてですけれどもこれが一時受けられている方は一時の方ではですね問題を通してしっかりやったんですけどまあえー、見ていただきたいのはどこかというとこれですねはい。消費者市民社会というのは何でだということですねまさに消費者教育の肝になってくる内容になりますのでこのところでしっかりと見ていただければというふうに思います であと、えー、10ページの方に戻っていただきますと消費者教育とはということでこれまあ2021年の、えー、一次試験の問題ですねなんかもちっと載せておきましたこれでいわゆる練習ができるわけですねちょっと見ていきましょうかね消費者教育とはって書いてありますね消費者教育とはって書いてあります消費者教育って何ですかって話ですはいこう見ていただくと消費者が消費生活からどトラブルから身を守る何か消費者トラブルにあらわないようにね で安全で豊かな消費生活を実現できることになること言い換えれば消費者の自立を支援え自立を支援するだけではなく、はい、それだけじゃないよいよとこです一人一人の消費者がということですね自分の消費行動が他のものやだから自分以外のものを社会や環境に与え 影響を自覚して持続可能な社会これからずっとですね、はいえー、人間活動が続いていくような社会に積極的に行動するような消費者市民社会を構築するための教育だから消費者市民社会を構築するための教育これも消費者教育なんだということです。でつまり消費者が、はい、買い手としてっていうことになりますからこれバイマンシップですね。つまり賢い、えー、消費者 賢い買い買物をするまたシズンシップとしてと,いうことはそれだけではなくて、はい、市民の一人として適切な行動をとることができるような価値形成や意思決定ができる力を含む教育ですから非常に消費者教育というのはですね非常に崇高な概念の崇高な考え方でやってらっしゃるわけですね。 とというところですねここれがすすごくく大事になってくるとということで,すですからこの消費者教育のまさに中心概念というのはこちらに出てくる消費者市民社会への関心ですね積極的に参加していただくということになってくるということになるわけですそれに関しては学校教育だけではなくてね企業がいかに消費者教育をやっていくべどういうふうにやったらいいのかとかそういうところまで見ていかなきゃいけないということになります。はいいよろしいでしでょうかね